はい、どうも、テクタンと申します。はい、今回はこちら、次の日、ささやくおもちゃの家、ウェルカムトゥートイハウスということで、こちらのゲームをやっていきたいと思います。はい、こちらは、次の日の、ま、少女版、少女が主人公となったゲームでございます。ま、次の日といえば、まあ、今までもね、過去にいろんなシリーズが出ていくのですが、基本的にはタッチ一つでどんどん左に進んでいく感じなんですけれども、今回はね、すごい可愛らしい感じがしますね。ご注意、とても怖いお話が始まるよ。苦手な子は大人と一緒に見ようね、ということで、さ、このね、可愛らしさは一体どこ行くのかっていうね。まあでもなんかテーマが可愛いし、きっと可愛いよ。怖くないと思います。はい。アンティークトイハウス。ほら、おもちゃやから絶対可愛い。絶対可愛い。オープンということで。おもちゃ屋さんが舞台っぽいね。いや、いいや。なんか骨董品アンティークってことで、なんかレトロな感じのおもちゃが。売ってたりするんかな。 Welcome to the Fun Toy House. 楽しい楽しいおもちゃの家へようこそ。 Go inside the house and go to the back. 家の中に入ったら奥に進もう。 A lot of toys are waiting for you. たくさんのおもちゃとの出会いが待ってるよ。やったー。レゴがいいな。あ、お邪魔します。暗っ。あれ？真っ暗。はい。ということで、タッチしていけばね、どんどん、左に進んでいくんですけれども。プチ。あれ？タッチじゃないんかな？あ、進んだ、進んだ。奥になんか、人形があるね。何の人形なんやろ？フランス人形的な？暗い。とりあえず電気つけたいな。一歩一歩、歩いていってみましょう。おう！ついたついた。よかったよかった。これ恐竜みたいな。わあ、お人形がいっぱい。かわいい。これ恐竜っぽくない？ここにあるやつ。音楽もかわいい。後ろに鳥がいっぱいおるね。すごい綺麗。お人形以外もなんかいっぱいあるね。わあ、わあ、キュートガール。私が言わんでも一応言ってるんかな。わあ、かわいい女の子だね。わあ、かわいい女の子だね。せやな。確かにかわいい。カチューシャしてかわいい。これなんか海に浮いとるやつじゃん。これおもちゃな。あ、キューピーかと思った。キューピーじゃない。キューピーちゃんは裸やね。なんかようわからん人形があるんやけど。お金持ってないけど大丈夫？あ。あ。めっちゃ耳元で支えてくるね。ウィスパーボイス。ようこそおもちゃの天国へ。時計、なんか時計屋さんみたいになってきたで。これは何？あ、木馬とか、なんか剥製みたいな？奥になんか、人形的なおもちゃが多いんかな。ロボットとかあったりするけど。あ、人形があるよ。なんか服汚くない？洗ってあげよう。このなんか電気かわいいな。なんか揺れてる。あ、もう外暗くなってきちゃった。何時間おったの？でもお人形、もっと見たいな。お金があったら帰るのにな。盗んで帰ろうかな。これ何？あ、木馬か。乗ってく？え、なんかお面があるんやけど。お面ってこうやって壁に飾るもんなん。これ何？羊？なんかマリオネットがすごいいっぱいあるね。まあ、天使の像があって。扉の奥へ来てごらん。なんかそろそろなんかおもちゃっていうか人形館みたいな感じの雰囲気になってるけど。わーわ、地獄の門があるで。え？すごい地獄臭いんやけど大丈夫？カモン、カモン。誰の声なん？老婆？やめよう。
変質者がいる気がする。不審者だわ。今日は女の子は釣れなかった。あれかな、こういうおもちゃで釣って幼女を誘拐するっていう、そういう誘拐犯かな。あ、あー、アイキャッチ。次の日。かわいい。基本的にかわいい感じで、行こう。今日も来ちゃった？怖いと思いながら来てしまう。わかるわかる。でも一人で来るの危ないよ。さて、これ日が経つごとにね、おもちゃとか、いろいろ変化してたりするんで、その様子もね、ちょっと探っていけないね、行きたいところでございます。あー、昨日と同じところで、あ、お洋服変わってる。お人形もっと見てみたいけど。立ち止まってじっくり見たら、あの扉の奥にもっとあるのかな。いろんな種類のお人形が見たいってこと？昨日はなんかピンクと茶色のね、服やったけど、今日はちょっとブルーの服で、おしゃれ。さすが、ドコモとかしてるんかな。キッズモデル的なね。今んとこ人形は特に変わりなし。来たよ。来てやったぞ。ほら、これも可愛い人形も綺麗なまんま。奥の方がどんどんなんかやばいことになってそうやね。いや、この電気可愛いな、クマの電気。そして時計。時計どれが時間正しいんやろ。うわー、やめなさい。皆さん、ちゃんと電気のね、メンテナンスはよろしくお願いいたしますよ。あ、ちょうど12時やからね、鳩時計も出ております。パパーで止まった。パッポー、パッポー、パ。わざとやな、これは。これはわざとや、店主が。え、どうした？あ、あ、見える見える見える。やっほーい。気づいてあげて、奥に。奥になんかおるから気づいてあげて。なんか笑い声が聞こえてる気がするな。そうなんですよ。お人形大好きやからくださいよ。なんかマリオネットの数減ってません？ここにもう一人いませんでした？この赤ずきんちゃんすごい小顔ね。頭身が高い。わあ、わあ、変態。変質者発言。あ、人形が喋っとるんか。おっさんとかじゃなくてね。この人形こんなんやったっけ？あれ、こんなんやったっけ？もうドアまで来ちゃったけど。入っちゃう？たくさんのお友達が待ってるよ。と、ちょっと覗いてみる。わあ！ハサミ、ハサミ、ハサミ、ハサミ。あ、人形の手か。さあ、入っておいでい。これ上どうなっとるか見よう。上どういう風にぶら下がって手出てくるか。落とすな。拾ったれ。明日も待ってるよ。アスフェル。英語の勉強もしていきましょう。あ、雨やん。雨降っちゃってる。次の日。あ、この服着てるんかな？今日は緑のワンピースなんかな？おじゃまんぼ、わあ、雷鳴ってる。お化けとかよりも雷が怖いです。ちょっと透けてますね。いいですね。雨降ってきちゃった。ギャー、雨どころの騒ぎじゃない。ここしか雨宿りするとこなかったの？もうちょっと家あったんじゃない？お、首取れそう。ポロン。電気ついてくださいね。ああ、ついたついた。よかったよかった。めっちゃ寒そう。お店の人、あの、扉の奥にいるのかな？タオル貸してくれるかな？お家に連絡しなくちゃ。携帯とか持ってへんのかな？なんか、最近の小学生ってみんななんかキッズ携帯持ってるイメージがあるんやけど、風邪をひいたら大変だ。I don't want to have you catch a cold. 風邪をひいたら大変だ。あ、こんなんあったっけ？移動してるやん、赤ずきんちゃん。これあれちゃん、頭身の高い小顔赤ずきんちゃんじゃない？あ、この、
この人形とかはそのままか。あ、どっか行っちゃった。じゃあ赤ずきんちゃんどっか行ってるのか。またハト出てくるかな。ん？あ、人形がこっち向いてる。すごい顔してる。そんな顔で見んでもいいやん。そんなにこんなスケスケなのが気になる？あ、出てきたハト。バイバーイ。お？でもなんか動いた気がする。ここにブラブラ動いてたのが。上がった気がする。あ。何の音？あ、これ、ちょっと薄汚いやつね。なんかもう綺麗な服着せてあげようよ。わーい！なんか、ラスボスみたいやな。魔王みたいな。俺がラスボスだ！Do not be afraid! 怖がらないで。もう、どんどん減っていってない？ここ。あら、赤ずきちゃんおらへんやろ？あ、こんな人おったっけ？誰の笑い声？あ、赤ずきんちゃん見つけたって言おうと思ったら落ちたしね。めっちゃ揺れてるよ、赤ずきんちゃん。Let's take courage! 勇気を出して。なんかめっちゃ動いてるね。息してるで。実は一節。なんか死にそうな顔してるけど、こんな顔やった？もっと元気そうな。目が開いたー。あ、めっちゃ開いてるやん。ついに。え？こんなにドア開くの？立て付けが悪くて開かないのかと思ってた。Come on, come in! さあ、入っておいで。入って、いいの？いいよー。後ろのね、人形さんが言ってるよ。いいよ、いいよ、入っておいでー。こっちの、とこも見れるんかな？音楽が鳴りやんだ。見えへんないけど、見して。あ、カーテン？赤といえば血の色、血の赤。真っ赤な赤は滴る血みたいなね。キュアブラッド。ウェルカーン。なんかこっちの方が明るいやん。遊園地みたい。なんかメリーゴーランド的な？こんなん室内にあるって言うと、いや、遊園地やん。観覧車ある。わー、いいやん。わ。遊園地内に観覧車が2つあるってどういうこと？遊園地だー！やったね。よかったね。クマ乗ってるよ。あのクマでかいんじゃない？あ、飛行機飛んでる。え？ちょっと、遊園地の乗り物にしたらちょっと危なない？ Welcome was waiting for you! みんな君を待っていたんだ。あ、なんか、えらい、かわいい。かわいい、なんか、今風のなんかスノーで持ったような顔の人形やったね。わー、なんか山の上にあるような遊園地っていう感じか。すごい、熊ばっかり乗っとる。北極熊まで乗ってる。Let's play together! 一緒に遊ぼう。めっちゃ見てるやん、あの赤い人形さん。トイハウスなんか上の方にあるで。This is a toy heaven. ここはおもちゃの。これなんか、あれ薄汚い服着とった人形やろ？髪の色となんか服の色が合ってないで。遊ぼうって言われてもさ、なんか乗せてよ。アトラクションに。女の子もちょっと不審があったらどう？一人で遊園地来ても、あんま面白くないと思うんやけど。わあ、うふふ、楽しいな。なんか進化しそう、今から。ん？あ、あらーあらー、ぶどうジュースが降ってるわ。次の日。女の子服変わってへん。着替えしてへん。わ、めっちゃ見に来てくれてる。元気ないよ、女の子。にゃーえ、パトカーの音か、猫の鳴き声かと思った。また入り口に戻ったんか。うん。もう、お家に帰らなくちゃ。探されとんちゃう、女の子。捜索願いとか出されてるんちゃう。あ。血が出たような、なんか。
液体の滴るような音が。ふふ。あ、着きました、着きました。元気がないね。色がもうなんか、おかしくなってきてるね。てんてんてん。わ、お人形がいっぱい。見たことあるやろ、ここ。初めて見たかのように。わー、割れたー。大丈夫、刺さってない。それガラスやったよね。Let's play together today. 今日も一緒に遊ぼう。もう帰りたいです。もうなんか緑で、なんか毛生えてるし、なんか部屋汚いんで、汚れが目立つんでちょっと帰ります。カビ生えてるし。ちょっとこの家そろそろ壊れそうなんで、鳩時計もなんか色悪いんで。帰ります。めっちゃ早い揺れるの。振り子時計めっちゃ揺れるの早いし、なんか、耳に、もううるさい時計賑やか騒がしいな、おい。あ、あの薄汚い子が泣いてる。やっぱ服を新しいのに変えてあげへんから、もう新しいのちゃんと着せてあげよう。ああ、奥に遊園地が。ついにね、この、おもちゃ屋さんは狂ってたけど、ついに女の子も。Do you want to play more? もっと遊びたいのかい？いやー、もう帰りたいです。もう全部マリオネットなくなってしまったね。もう、どんどん追いかけてきとんかな。That mom might get worried. ママ、パパやママが心配するよ。いや、ムンクっぽいのおるわよ、と思ったら、あ、ここにおった人形は？睨みつけてきた人形。もう扉が赤ですらない。I think you should go home. 帰らなくてもいいのかい？まあ、帰るべきやと思うって言うてるということやもんね。もっと遊びたいな。女の子の方が、降りたくなってもとるもんね。Okay, come on. いいよ、おいで。ということで、また遊園地に行ってしまうの？あの遊園地は結局何なんやろ？もう完全なね。異世界よね、異世界。いやー、女の子。あ、なんかついてきてるよ。気をつけて。ついてきてるよ。ん？あ、進むね。めっちゃついてきてるよ。気をつけてね。遊園地なんか暗いなぁ。鏡も色暗い。わ、女の子は楽しそうな顔してる。もう色がやばいもんな、色が。わあ、もうなんか風船とかすごい、もうなんか汚いっていうか、錆びてるし、うわあ。え、首飛んでへん、首。首さ、めっちゃでかない？めっちゃでかない？わあ、あ、この人形の首か、この人形の首が飛んでるんか。え、でかない、でかない。わ、でか、首でか、怖っ。え、あの子首どうしたん？え、でか。怖っ。でか、怖っ。え、もう後ろの女の子元気ないよな。元気ない。やっぱ元気ない。なくなっちゃってる元気が。しょんぼりしてる元気がない。わー。あ、また進化するよ。ふふ、ずっとここにいたいな。進化っていうか変身かな。メイクアップ的なね。ずっとここ降りたいか、ほんまに。楽しかった？首飛び回ってたで。あー、色が、つ、ぐ、来てしまった！つぐの、日。ここがもう、崩壊された。ね。だって女の子の人形やばいよ。首がポキポキしとるけど。めっちゃ近づいてくる。目に穴が開いてる。
おっと、女の子首、血が振ってる。うわぁ。なに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 、もはや人形じゃないものが後ろおるんですけど。わぁ。めっちゃどんどん言ってる。恐怖やな、こんなん。うわ、女の子が操り人形になってる。ああ。え？だって今まであれって人形のセリフやったもんな。ここに来る女の子をさ、みんな人形にしていてのうちめっちゃ近寄ってくるやん。帰らなくていいのかい。じゃあ返してよ。出してよ。だから、ここにおる人形ってすべてさ、わあ、今まで来たことある女の子とかっていう、そういう感じなんかな。わあ、死のうと、もう、後ろの原型をとどめてない首が置いてある。めっちゃ脅かしにかかってくるやん。お家帰りたくないよ。めっちゃいろんなことしてくるやん、この家。もうここぞとばかりにどんどん壊れてやるでみたいな。あ、鳩時計な音か。もう、情報量が多すぎてさ、追いつかへんねんけど。ここでみんなと遊んでいたいよ。なんかどこから突っ込んでいたらいい。変化が多すぎる。バチが降ってるね。やっほーい。ここにおった着替えが、服があれな男の子はどこ行ったん？お前か！お前なんか随分成長したな。あ、いた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 、関節が。ちょっと関節痛が最近ひどいんでやめてくだりません？ずっとここで暮らすのかい？嫌やん。もうちょっとなんかいろんなご飯が食べれたり、ゲームとかテレビゲームがあるところがいい、せめて。あ、クマ。お面そうやって吊るすのって難しくない？天使やろ？あの、ヤギは？ヤギの面は？あ、出たー、ヤギの面。羊か。ロバの動き方よ。あ、後ろのムンク、これ絶対落ちるで。それなら奥の扉に来たらいい。いや、ホラーですね。ほら、落ちる。もう一回落ちるで。なんか、おならみたいな、音がしたんやけど。これ、扉？なんか、昔のなんか脅かすフラッシュみたいな、そんな感じになってきてるやん。想像し、もう、逆に面白くなってくるよね、ここまで来ると。想像し、にぎやか。もう逆に怖くない。なんか楽しくなってきちゃう。誰？遊園地は？ちゃんと遊園地、なってる？あ、女の子、あ。うふふ。女の子自体はなんか、なんていうの？ねえ、あの、鏡に映ってる女の子は普通やけど、でもマリオネットにはなってるね。わー、さらに魔界になったで。わー。魔界？地獄？あ、馬かわいそう。馬その釣り方する？みんな、女の子の腕が、もう完全な人形となってる。後ろ手が見えるね。あ、あ。ここにはいっぱいお友達がいるよ。いや、もうどれをお友達って呼んでいいか分からへんねんけど、君たちのこと？君たち最初もっと可愛かったよね。ヘルプヘルプヘルプ、助けて。うわー、血流してる。うわー、妖物ホラーみたいな感じになってきた。永遠にここで暮らそう。嫌や、もう。嫌やけど、もう後戻りできない。こんなんで帰ったらちょっと、みんなびっくりしちゃう。腕ないし、なんか糸吊るされてるし。わキルって書いてある。わー、もう、もはやもう殺されてるけど。女の子の顔やばく、あ、壊れていってる、徐々に。ほら、もう。わー、メイクアップどころの話じゃない。
私、ずっとここにいたいな。ほんまに？テクタンは痛くありません。おもちゃと一緒に遊ぶの。とっても素敵な場所よ。もう帰らない、永遠に。もう。こうして、女の子が連れ去られてしまった、また一人。だいぶ崩壊してたね。まさか、女の子自体が。なんかこの BGM 聞いたことある気する。なんかのフリーゲームに使われてそうな BGM。これが、あー、スタッフロールね。綺麗な状態。こんな綺麗やったんやね、この、なんていうの、おもちゃ屋さん。もう見る影もなくなってたけど。いや、ただ、すごい、やっぱり、この作り込み、グラフィックの作り込みとか、ほんまに綺麗。もういろいろさ、見るところがさ、多くて、ゲームとして進めてたからサクサクね、進んだりはしたけど、もういくらでも、眺めてられそうなね。最初の1日目のおもちゃにやったら、おもちゃ屋さんにやったら、私も遊びに行ってみたいな。二日目、三日目とかはもう、嫌かな？嫌やな。いやでもこれ一日目のおもちゃ屋さん、初期じゃないの？もうなんか、まがまがしいもんね。はい。ということでね、まあ、数のシリーズが出てる粒の日をやってきましたが、これも人形化してる主人公ちゃんやんね。今度はあなたの番だよみたいな。わあ、この絵は、これは怖い。これは怖いわ。わあ、わ、うわ、また別のホラーゲーム始まりそうな。次は君の番だ。やめて！アンティークトイハウスっていう店の名前ね、覚えた。もう絶対行かへん。いやでも見てみたいけどね、こういうおもちゃ屋さん。ブリキのおもちゃとかって味があってさ、いいよね、飾ってたら絶対可愛いもん。おう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 。君の街に行くよっていう。あれが最後の女の子の顔やったんかな。うわぁ、うわぁ、せっかく可愛いね、お洋服に身にまとった可愛い女の子やったのに。あ、これでオープニングに。え、オープニングこんなんじゃなかったよね、最初。もっと可愛い感じで始まっとったもんね。何度でも遊べるよということで。はい。じゃあ、女の子とおもちゃ屋さんと壊れていく日常を見ました。皆さんも。ね。こんなおもちゃ屋さんには気をつけてくださいということで、今回はこのあたりで終了したいと思います。ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。もう終わるよ。